武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、センター試験の英語のカリキュラムについて紹介をしていきたいと思います。基本的にですね、大学受験で使う通常のルートと大きく変わるわけではありませんので、こちらのセンター専用というものは特に大きくはないです。ただし、センター試験の過去問や実践問題集などを、多めに取り入れた形にはなっておりますので、もし一般入試などでね、このあと、それ以降のレベルも続けていく場合は、センターを重視する人はこのセンタールートをやった上で、それ以降マーチレベルにつなげるようにしてくれればと思います。センター試験のカリキュラム、まず、単語はシステム英単語、をベーシック、それと、システム英単語、その両方ですねを、使ってやっていく形、もしくはシステム英単語1冊だけをやれば十分です。はい、ただシステム英単語ベーシックに関しては簡単な方から載っていますので、簡単な方の範囲がいらない人だったらシステム英単語のみでも構いません。システム英単語ベーシックをやる場合には全ての単語、システム英単語の方を使う場合には1200番までと、多義語の5章ですね、だけをやれば大丈夫です。そして、プラス熟語、こちらは速読英熟語をやっていきます。こちらは熟語だけじゃなくて、シャドーイングというのも後々にやっていくので、別売りの CD も購入するようにしてください。はい、そして、英文法の参考書なんですが、こちらは、山口英文法実況中継、こちらはこの後使うネクステージなどをいきなり入るのが難しい人はまずこちらの参考書からやっていきましょうというものですね。で、こちらの山口英文法の実況中継いらない場合だったら、総合英語フォレストとネクステージという、まあ、大学受験の一般的な、標準的な難易度の文法の問題集をやっていきましょう。で、山口英文法に関してはだいたいかかる時間が、1ヶ月程度、になりますので、英語の自信がない人は、1ヶ月かけてね、基礎の、部分を早めに手出すようにしておいてください。でネクステージに関しては文法語法、会話を先に終わらせましょう。発音アクセントも後々にやるんですが、最初の時点ではまだいりません。長文に入れるようになってセンターの演習に入れるようになったという状況で発音アクセントは入ってしまえば大丈夫ですので、ネクステージは文法会話、語法の3つだけまずはやるようにしてください。それが終わったらですね、毎年出る品質センター試験英文法語法という参考書が文法には追加でやれるものがあります。センター試験の第2問の過去問でも全然構わないのですが、文法を追加で1冊やりたい場合にはこちらをやるようにしてください。続いて英文解釈なんですが、入門英文解釈の技術70という参考書を、お勧めしています。でこちらがだいたいかかるのが、まあ、3週間で1週ほどやって、その後復習は、適宜繰り返していくというやり方になります。でこちらの参考書に関してはネクステージが終わったらすぐに、そのままつないでやっていくような教材ですね。で同時にネクステージの復習も、やりながらで構いませんので、こちらの参考書でまず、構文をちゃんと触れるようにした上で訳せるようにしていきましょう。で、それが終わったら、時間があれば速読英熟語を使って SVOC を振る練習を、自分なりにやってみるようにしてください。ただこれに関しては本当に時間がある人だけで構わないのでカットして構いません。でこちらが終わったら英語の長文を、最大3冊過去問に入る前にこなしてほしい。それが難しい場合であれば、最低、1冊だけやればいいんですけれども、出てくる長文の参考書がですね、英語長文レベル別問題集の4と、やっておきたい英語長文の300と、英語長文ハイパートレーニングのレベル2、この3冊になります。で時間がない場合には英語長文、ハイパートレーニングのレベル2だけで構いません。ただ難易度が高いので、ちょっと難しすぎる場合には先に紹介した2冊の方を、やってからこなすようにしてください。ここまでのレベルがちゃんと終わっていれば、長文は十分です。でここからはあとはセンター試験の過去問などで、しっかり練習をしていけば大丈夫なんですが、過去問いきなり入るんじゃなくてセンター形式の、解き方だったりを解説している参考書をやりたいという場合には、この後に、決めるセンター英語という参考書を、やるようにしてください。でこちらで、あ、なるほど、センター試験の英語ってこういうことやればいいんだなっていうのが分かったら、その後は、センター試験の過去問や、各予備校から出ている実践問題集、また予想問題パックなど、毎年新しく出るセンター形式の問題集ですね、こちらを、過去問大体10年分程度、プラス、実践問題集を、まあ、2種類程度と予想問題パックを
まあ、2つ3つやって、おけば、センター試験に必要な参考書は全て出揃います。以上が、センター試験の英語のカリキュラムとなります。